こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルへようこそ。このチャンネルではビジネス、自己啓発、小説などようなジャンルの本を10分前後で要約して紹介しています。本を読む時間がない方、読みたい本を探している方におすすめです。私が感銘を受けたり、学びが多かったり、面白かったりした本を選んで要約しています。要約では本の内容だけでなく、私の感想や考察も交えてお伝えします。動画を見れば本の概要や魅力がわかりますし、もっと深く知りたくなるかもしれません。ぜひ動画の最後までお楽しみください。もし動画が気に入ったら高評価やチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきますよ。タイトル、三流シェフ、クライマックスポイント。ビジネス、スポーツ、芸術どのフィールドでも卓越した業績を上げた人々の物語は私たちに勇気を与えてくれます。この本もそのような刺激的なストーリーの一つです。著者の三國製造氏は北海道出身のフレンチシェフ。中学を卒業後、札幌グランドホテルと帝国ホテルで修行を積み、帝国ホテルの総料理長の強力な推薦を受けて、わずか20歳でスイスの日本大使の専属料理人になりました。その後、世界の三つ星レストランで経験を積み、帰国後は東京でホテル・ドゥ・ミクニを開業し、国内外から30万人以上の客を魅了しました。この履歴だけを見れば、幸運と才能に恵まれたシェフの理想的な人生に見えます。しかし本書を読むと、その背後には信じられないほどの努力があったことが明らかになります。特に注目すべきは、どの厨房でも戦略的に雑用をこなし、リーダーに見出されて急速に出世していった点です。大使の料理人になった際、彼は実は洗い場のパートタイムで、本格的なフレンチ料理には全く触れたことがなかったという驚くべき事実があります。詳細は本書で確認していただきたいのですが、三國氏の努力は一般的な想像をはるかに超えています。彼の戦略的な思考と多くの人がためらうような挑戦に果敢に取り組む姿には、ページをめくる手が止まらなくなるほどの興奮があります。そしてこの本のタイトルは三流シェフ、一流シェフであるはずなのに、なぜこのようなタイトルなのか、その答えを知りたいなら、ぜひこの本を読んでみてください。この家貸してもらえますか。1985年、東京四ツ谷の静かな住宅地で、私は自分の店を開く場所を見つけました。周囲には飲食店が一軒もなく、夜になると暗くなるような場所でした。しかし一つの美しい屋敷に目を奪われ、その瞬間に決断しました。玄関に向かい、呼び鈴を押して家の主人に直接頼みました。この家を貸してくれませんか。当時私はまだ30歳にもなっておらず、名もない若者でした。貯金もなく家もない。ただトップクラスのレストランで得た8年間の経験と自分の料理スキルへの揺るぎない自信だけがありました。そんな状況での断られても仕方ないような提案でした。しかしその家のオーナーは非常に寛容でした。いいですよ、今日はもう遅いから来週に詳しく話しましょうと言ってくれました。そして1週間後、私の提案は受け入れられました。その結果、開店したホテル・ドゥ・ミクニは国内外から30万人以上の客を迎えることとなりました。そして37年が経過した2022年の年末に、私はホテル・ドゥ・ミクニを閉店する決断をしました。長い間心に秘めていた夢をついに実現するためです。こんな美味しいもの初めて食べた。私は北海道の日本海側、マシケマシケという小さな漁師町で生まれました。小学2年生からは父と一緒に船に乗り、高学年になると魚市場で魚を売るのも私の仕事になりました。ウニやアワビを一斗缶に詰めて背負い、朝の6時半の電車で市場へ向かうのです。私たち家庭には高校に行かせるお金はありませんでした。中学を卒業すると、札幌の米屋で住み込みで働きながら夜間の調理専門学校に通いました。米屋での仕事が終わると、お嬢さんが作ってくれた夕食を食べてから学校へ行きました。お嬢さんは栄養士の資格を持っていて、食卓にはいつも洗練された料理が並んでいました。特に印象に残ったのは、デミグラスソースがかかったハンバーグでした。
こんな美味しい肉は初めて？この黒いソース大丈夫かな？と心配しながら他の人たちが普通に食べているのを見て勇気を出しました。好奇心と空腹に負けて一口食べてみると、こんな美味しいもの初めて食べたと思いました。私の褒め言葉にお嬢さんは照れくさそうに、これはただの家庭料理のハンバーグよ、グランドホテルのはもっとすごいわと言いました。その瞬間私の夢は決まりました。グランドホテルで働いて日本一のハンバーグを作る。お嬢さんは中卒では難しいかもと言いましたが、なんとかなる方法があるはずです。夢をつかむための大胆な一歩。突然運命の扉が開いた。夜間学校の卒業パーティーで札幌グランドホテルでマナーの研修があると知った途端、私の心に一つのアイデアが浮かび上がった。研修が終わるとホテルのスタッフが厨房を案内してくれることになっていた。私は皆が話に夢中になっている間に少しずつ後ろに下がり、列の最後になるように計算した。そして洋食の厨房に到達した瞬間、調理台の裏に素早く身を隠した。他の人たちは何も気づかず厨房を後にした。心臓の鼓動が耳に響く中、息を潜めて調理台に隠れ、料理人たちの動きを熱心に観察した。最も権威のある人に直接お願いするつもりだったからだ。その人が誰かを見極めた瞬間、その人が突然私の方を向いた。その強烈な視線に負けないよう全力でここで働かせてくださいと言い頭を下げた。その時私を助けてくれたのは西洋料理部の課長代理青木さんだった。青木さんのおかげで札幌グランドホテルの社員食堂での料理担当の仕事をゲットした。今になって思うと、あの日厨房に身を隠したことが私の人生の岐路だったのだ。副大務を追い求める道は険しいが報われる。宴会の際には料理が一気に出るため洗い物は後回しにされるのが常だった。先輩料理人たちが仕事終わりにそれを担当していた。そこで私は青木さんに、仕事が終わったら洗い物をしてもいいですか？と許可を求め、それを得た。毎日私の本業が終わる6時から34時間かけて一人で全ての洗い物を終わらせた。半年後、青木さんから明日から君は正社員だと言われた。帝国ホテルには料理の達人がいる。正社員になるとほとんど自宅に帰らなくなった。夜中の厨房でフライパンを振るう日々。自然と技術が向上し厨房での仕事も増えた。しかしその成功に調子に乗っていると先輩たちは不快に思っていた。ある日先輩に言われた。札幌グランドホテルでどれだけ偉そうにしても上には上がいる。東京の帝国ホテルには最高のレストランがある。そこには料理の達人がいるんだ。君と比べたら。その日以降、私の口癖は、私は帝国ホテルに行く、達人の弟子になると変わった。その意思を見た青木さんが総料理長に頼み、帝国ホテルの総料理長に紹介状を書いてもらった。それは18歳の春だった。帝国ホテルでの新たな挑戦。帝国ホテルに行くと洗い場のパートタイムしか空いていないと言われた。残念だったが仕方がない。一生懸命働いて正社員になればいい。グリルという店に配属された。毎日一心不乱に洗い物をしながら次のチャンスを狙っていた。大事なのは目の前の仕事を誰よりも完璧にこなすこと。鍋も皿も誰よりも早く誰よりも綺麗に洗う。何も洗うものがなければ忙しそうな人を手伝う。その努力で一日でも早く正社員になろうと思っていた。正社員になる順番を待っている先輩が多いことは知っていた。でもその順番を待つつもりはなかった。総料理長のサイドキック裏方からフロントへ。総料理長の存在に気づかれ、何が何でも正社員になると決めた私。その一環としてテレビ収録の裏方を手伝っていたんです。総料理長はグリルというレストランで週に一度テレビ番組を撮影していました。彼が一人で全てをこなしているのを見て、私は黙って手を貸すことにしました。初めて鍋を渡した時、彼は礼を言って受け取ってくれました。それで私も少しずつ彼の動きに合わせて助手としての仕事を進めていきました。でも収録が終わると先輩たちから厳しく叱られました。テレビ収録は個人の仕事だから総料理長はわざと助手をつけていなかったんだと。
でも嫌な顔一つされなかったから私はそのまま助手を続けました。帝国ホテルのゾン鍋ピカピカに、そんな日々を送っていると突然社員ポイ用の制度が廃止されました。私はその年で田舎に帰ることになりました。でも何か形に残るものを作りたいと思い、他のレストランで皿洗いを始めました。考えることなく、ただひたすらに皿を洗い鍋を磨きました。料理人にはなれなかったけれど、帝国ホテルの全18レストランの鍋を輝かせました。こんなことをした人はいないから、それだけで十分な成果だと思います。大使館のシェフに推薦される。10月末総料理長から呼び出されました。きっとクビにされるんだろうと思っていました。しかし総料理長は予想外の提案をしてきました。三国さん、ジュネーブに行ってください。大使の料理人としてあなたを推薦しました。出発は来年です。嬉しいけれど、なぜ私なんだろう。料理なんて一度も作ったことがないし、正式なフランス料理を食べた経験もありません。師匠探しと国際料理の挑戦。スイス、フランス、日本。大使の料理人としての仕事はとても重要でした。大使一家の毎日の食事はもちろん、来客の食事も担当しなければなりません。その食事がまずければ大使の評判に傷がつくわけです。フランス料理、日本料理、中国料理と初めて作る料理ばかり。そこで各国の有名なレストランに足を運び、事情を話して教えてもらいました。その結果、多くの料理を作れるようになりました。しかし私がまだ求めていたのは師匠でした。大使が夏に1ヶ月不在になる間にどこかのレストランで働こうと考えました。目をつけたのはジュネーブの食通たちが話題にしている小さな村のレストラン。シェフの名前はフレディ・ジラルデです。夏休みにここで働かせてください。ジラルデに会って働きたいと伝えたものの無視されてしまいました。でもこのまま帰るわけにはいかない。夜まで待っているとついに客に迷惑をかけるなと言われ、厨房に入れてもらいました。厨房では皆忙しく働いていましたが、私には何もすることがありませんでした。そこで洗い場に積み上げられた汚れた鍋を見つけ、すぐに洗い始めました。営業が終わり、ジラルデが洗い場に近づいてきた時、夏休みにここで働かせてください、何でもしますと言いました。好きにしなさいという彼の答えで夏の1ヶ月を過ごしました。その後も休日は朝5時に起きてジラルデの店に行き、次の日からまた大使館での料理人として働く日々が続きました。ジラルデの教えからホテル大倉へ、そして自己探求へ。大使館での仕事を終え日本に帰国する前にジラルデの厨房で短期間働きました。その後日本でホテル大倉に応募したものの、なかなか良い返事はもらえませんでした。そこで再びスイスに戻り、ジラルデの元で働くことにしました。1年半ジラルデの元で働いた後、労働ビザが切れる時期が近づきました。修行はここで終わり、スイスを後にしてフランスに入り、数々の三つ星レストランで経験を積みました。過去に働いた店の名前を出せば相手の態度が一変するほど、それは名だたる店ばかりでした。これは洗練されていない。最後に訪れたのはフランスリヨン近郊のアラン・シャペルでした。シャペルは哲学を持つ料理人で、厨房で働き始めて3ヶ月後に初めて話しかけられました。ムースを盛り付けているとシャペルが近づいてきて、これは洗練されていないと言いました。その言葉の意味がわからないままムースは客に出されました。シャペルのチェックを通過しているので料理としては問題ないはず。それにもかかわらず、なぜ洗練されていないなのか。日本に帰ると決めた。その疑問を抱えていると、私が作ったまかない料理に対して苦情が出ました。味が薄すぎるというのです。同僚たちはそれに同調し、私の料理に生クリームやバターを追加しました。暑いからさっぱりとした料理を作ったつもりだった。本当はそうめんや冷やし中華が食べたいくらい。そこで気づきました。私はフランス人ではない。その瞬間、洗練されていないという言葉の意味が理解できたような気がしました。日本に帰り、自分自身の料理を作ることにしました。フランス人のようにフランス料理を作るのではなく、日本人としての視点でフランス料理を作る。その決意をシャペルに告げ、日本に帰ることにしました。最後に、初めてのハンバーグに感動して
札幌グランドホテルの料理人になると決意した著者、研修の日にそのホテルを訪れ、厨房で瞬間を待ち、ここで働かせてくださいと直接頼んだ。帝国ホテルで洗い場のアルバイトから始め、その努力が評価されて大使の料理人に昇格。最後に働いたのはフランスリヨン近郊の三つ星レストランアラン・シャペル。シャペル自身からの一言がきっかけで日本に帰る決断をした。この要約は三国シェフの人生を短縮して説明したものですが、興味を持ったらぜひ本書を読んでみてください。北海道の小さな漁村から札幌グランドホテル、帝国ホテル、大使の料理人、そして三つ星レストランへと、その後東京四ツ谷に至るまで、三國シェフの各ステージでの活動は驚きと感動の連続です。料理人でなくても彼の行動から学べることはたくさんあります。さて、シャペルに日本に帰ると告げた後、三國シェフがどのようにして東京四ツ谷にたどり着いたのか、そして大人気だったホテル・ド・三國を閉店した後、彼が次に目指す場所はどこなのか、その詳細はぜひ本書で確かめてください。今回の要約はいかがだったでしょうか？動画が気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また、今回紹介した書籍を全文読まれたい方は、概要欄にリンクを載せてありますので、チェックしてみてくださいね。それでは次回の要約もお楽しみに。